イングランドのオックスフォードシャー州にある学校か学校、またはスクールは幼児、児童、生徒、学生その他に対する教育制度の中核的な役割を果たす機関。また、その施設、学園、学院などもほぼ同様の意味を持つ。学校制度は社会システムの一つである教育制度の中心的システムの一つである。 社会的作用、社会的活動としての教育は、個人、家庭、小集団、地域社会、国家社会などにも見られるが、現代国家では、学校が、教育制度の中核的役割を担っている。小集団や地域社会における教育では、監修や観光に従って行われることが多いのに、対し、国家レベルの教育は法律を整備して、 学校を設置試行品を当てるなど制度化された形で実施される。なお、日本の学校教育法は、この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とすると定義している。専修学校、各種学校は、共に、 学校教育法が定める正規の学校であるが、一条校には、含まれない。また、学校には、自治体やなどにより設立運営された、公立学校、全文に該当しない、私立学校の二つに分けられる。公立学校では、教育要領、学習指導要領から逸脱することは極めて、困難であるが、国立及び、私立の幼稚園、小学校、 中学校、高等学校、中等教育学校は、教育要領、学習指導要領からの逸脱が容易である。そのため、各校独自の方針に基づいた斬新的な教育課程を編成することも可能であるがただし、教育法学の見地からは、教育要領、学習指導要領は、国立、公立、私立を問わずに等しく適用されることとなっている。 学校という用語は一説に、王能が、真の時代に全国に設置した儒学の校舎、学、校が語源とされ、ひいては古代中国の教育機関だった、王能学部がその名の由来とされる。日本においては、古くから、足利学校などの例で、学校という語は用いられてきたが、明治政府による、小学校及び、市販学校が設立される以前は、 寺子や、繁杭、学問書、私塾などと呼ばれる施設が一般的で、名称に学校をつく教育施設は少なかった。メソポタミアでは、紀元前3000年期には、学校が存在した。シュメールでは、学校は、エドゥブバと呼ばれ、役人取るための読み書きや計算を教えた。学校をテーマとした最古の文学作品も書かれ、学校時代をはじめ4作品が知られている。 古代ギリシアや古代ローマにも学校は存在した。ギリシアのギムーナシオンでは肉体鍛錬の他に哲学、文学、音楽なども教えられていた。ヨーロッパでは中世に大学が設立されるようになった。例えば1088年イタリアにアルママータス・ストゥディラムが開設された。フランスのパリ大学は1100年頃にルーツがあるともされ、1215年には 教皇院のケンティウス賛成によって正式に認められた。1209年にはイングランドでオックスフォード大学が開設された。ヨーロッパ中世に開設された大学の中には現在まで続くものも少なくない。中世の大学の多くで学生は最初の6年リベラルアーツを学んだ。一般大衆を対象とする学校制度が始まるのは19世紀以降に なってからである。身分社会がなくなると、教育も異なった主体により異なった視点で行われることが多くなり、義務、無償、中立性という現代の学校の原則が次第に出来上がった。例えば、フランスにおいては、それら原則は、フランス革命期のコンドルセの理念が19世紀末において実現した。19世紀に誕生し、義務、無償、 中立性を基調とする近代学校は、その国の国語、国史、国民道徳の教育をメインにし、その国家の国民を育成する装置として機能した。つまり、国民としてのアイデンティティの形成が学校に着せられたのである。学校教育の拡大と義務教育制度の普及により、20世紀からは学校の数が飛躍的に増大した。日本では、 平安時代に貴族の子供の教育機関として大学寮という名称の学校が存在した。また、寺院などを中心に教育研究のための施設が設けられることがあった。平安時代の教育は原則として貴族や軍事の子供らを対象にしており、一部の人々にしか門戸を開いていなかったが、空海は、 創原主院式ならび上を表し、全学生及び教員への給食制を完備し、身分や貧富に関わりなく学ぶことのできる教育施設、あらゆる思想や学芸を総合的に学ぶことのできる教育施設を設立することを提唱した。その運営を実現するため、天皇、諸公仏教諸州の構想ら、及び一般の人々などに協力を呼びかけた。 そして、当時の東にあった、藤原三種の指定を譲り受け、828年に、手芸主治院を開設した、とされる。手芸主治院は庶民にも、教育の門戸を開いた点で、画期的な学校であったとされる。江戸時代の教育は、身分ごとに武士としての教育と農民としての教育の二重の、系統が見られた。江戸時代の初期には、武士の教育は、 完籍の素読や武芸の稽古などを主に家庭教育として言っていた。18世紀半ばには各藩が藩校を設置するようになり藩士の教育に当たった。さらに藩校での教育に物足りなさを感じたり所世の文化環境に満足しない者は私塾や家塾に通って教育を受けた。一方、庶民の教育は日常的な礼儀作法、地域社会のルール、 過食の知識や技術などを家庭で教育していた。しかし、江戸時代中期になると、貨幣経済が発達し、商人層は日常的な商取引のための読み書き、ソロ版といった基礎教育が必要となり、農民層でも商品作物の栽培や販売などのための一定の知識が必要とされ、その需要から、寺小屋と呼ばれる教育施設が多数生まれた、明治初期に、 小学校及び市販学校が設立された。その時、教科書は江戸時代使われていた往来物と呼ばれる既存の書籍が中心だった。学校年度は教育期間の一学年の年度を区切るもので英語のスクールイヤーやアカデミックイヤーにあたる。学年歴とも言う。下表の通り、世界の多くの国々では9月開始が主流となっている。 特に北半球の国々には、夏休みの終わる9月開始の国々が多く、歴史的には、農家の子供は、農作業等を手伝っており、春から夏にかけては、小麦の収穫や、牧畜の出産で繁忙期に当たるため、それが終わる秋に新学年が始まるようになった。ありがとうございます。